車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリストツッチーパフォーマンスです。今回はボンドショップ東京でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのはボンドチャンネル初登場、東京店の渡辺くんです。はい、ボンドショップ東京渡辺です。よろしくお願いします。お願いします。というわけで初登場の渡辺くんが紹介するのがこちらなんですけれども、インパクトがすごすぎます。ありがとうございますポルシェ GT3、 しかもここの塗り分けが一緒ということはツーリング、はいはい、というわけなんですけれども、色がまず大変なことになっております。はい、これが BTS カラーのルビースター、最近オプションカラーになった色でもあるルビースターネオ、ネオ。ただ BTS のルビースターとオプションカラーのルビースターネオって微妙に色違うみたいですね。僕はそれ初めて知りました僕もさっきいろいろ調べて出てきました。というわけでこのオプション金額も大変なことになってるこのボディカラー、これだいぶ珍しいですよね。珍しいと思います。東京店でもルビースター、どっちがネオでどっちがルビースターかわかんないですけど2代目ですかね。でもルビースター自体はやっぱりそのぐらい少ないですね、はい、というわけで非常に目立つもうエクステリアなんですけれども、はい、今回さらにそれをカスタマイズしているということで、どんなカスタマイズをしてるんでしょうか。はい、もうシンプルにホイールとルーフスポイラーだけです。はい、というわけで、はい、まあ、車がもう完成してますからね、今回は足元とリアスポイラーで完成してますんで、はい、早速じゃあ足元を見ていきたいと思います。今回こちらのド派手なボディカラーの GT3 ツーリングにつけたホイールがこちらでございます。HRE の2ピース FMR シリーズの 501S で、 FMR ってことは2ピース、はい、で501ってことはこのクラシカルなデザインですね。そしてなんと今回色が白なんですね。真っ白です。これ本当に真っ白白、真っ白白です。ソリッドの本当に純白、メタリックとかも入ってないし、まあ、天面をダイヤモンドカットとかもしてない、もう真っ白白のディスクになってる、はい、これなんかめちゃくちゃクラシックっすね。やっぱりこうルビースターっていうボディカラーでお客さんが車をご購入されたっていう風に聞いたんで、やっぱ空冷をイメージしてクラシカルな方向に持っていきたいなと思ってご提案させていただいて、紆余曲折ありましたがこれを選びいただきました。紆余曲折っていうのはどうしても MV を履きたいっていうふうに最初のお問い合わせだったんですけど、 MV よりも車のキャラクター的に HRE のヴィンテージクラシックシリーズから選んでほしいなっていう、ちょっとご利用しした部分もあったんですけど、結果的にキャラクター的には合っててよかったのかなと思ってます。というわけで今回こちらがディスク白のリムは、これポリッシュの組み合わせで履いてるんですね。はい、そしてポイントはピアスボルトを同色で白で仕上げてあるんですね。はい、もうあえて何も目立たせたくないというか、よりクラシカルな方向にして素材感の違いも陰影がつくようにピアスボルトも今回は真っ白にしました。確かにピアスボルトこれメッキで出すと、まあ、情報量増えますからね。そうですね。そしてなんか先ほどお話を聞いたら、お客様的にはあんまりメッキの部分は増やしたくないと、うん、というわけで今回は同色にしてると。でこれだから出す出さないでだいぶ表情違うですね。だいぶ変わってくると思いますよね。なんかこうメッキ出した方がクラシカルでいいとは思うんですけど、やっぱサイズ感もちょっと小さく見えるっていうところもありますし、おっしゃってるようにこう情報量が多くなってくるんで、せっかくセンターロックのところのエンブレムもモノクロームですし。確かにモノクロのポルシェロゴになってる、はい、でまあ、あとやり方としては真っ白白っていうのも最近アメリカでいるじゃないですか、はい、ただちょっと年齢層がもう少し若めに見えてしまうのかなというわけで、今回これはかなり絶妙な仕上がりになってるんじゃないでしょうか。そしてリモも結構取れてるですね。そうですね、フロントでこんだけ取れてるんで、で3ピースっていう選択肢ももちろんありますけども、このサイズであればリムの取れる量が一緒ということで、まあ、2ピースで、はい、FMR で仕上げてる、はい、あとデズラはもう東京店誰が担当しても完璧ですね。ありがとうございます。もう何台も触らせていただいてるっていうのもありますし、やっぱりデータもたくさんあるのでポルシェだけじゃないですけどね、はい、もうお任せください。はい、というわけでしっかりパツパツに仕上げてあると。あと今回車高も結構下がってるっすね。フロントだけなんですけどね、はい、フロントちょっといじらせてもらってリアに合わせる形で純正の車高調でローダウンしてます。というわけで純正の車高調でも調整で少し下げれば、まあ、隙間半分ぐらいになってるイメージですかね、はい、というわけで非常に引き締まった足元にできると。そしてそのまま後ろに1インチアップでリムがさらについて、こちらの501が装着されていると。これだいぶかっこいいね。これかっこいいですよね。これかっこいい
なんか992のまたこのリアが1インチ大きくなるのがすごいこう後ろの力強さが出て非常にインパクトがある、はい、やっぱリムもこれだけ幅取れたらやっぱり走っててもめちゃくちゃ目立つと思いますし、あ確かに、うん、斜めから見た時とか、はい、まあ、フロントの 1.5 倍ぐらいリムが取れてる感じなの で、ね、まあ、非常に後ろはインパクトのある仕上がりになってると。そしてあとは後ろ行きましょうか、はい、ご覧ください。こちらボンドグループ初紹介じゃないかな、多分初ですか、多分僕も初の試みですが、めちゃくちゃかっこいいですよね。はい、でこちらがドイツのポルシェチューナーテックアートのなんとダックテールということ で、ダックテール992はスポーツクラシックぐらいしかないんですよね、はい、そうですね。というわけでまたそれと違ったデザインですけども、テックアートがリリースしたこちらのダックテールが装着されていると。でこれお値段がびっくりなんですよね、はい、まあ、塗り分けとか装着も含めて約160万ぐらいというわけで、なんでそんな高いかというと全部なんとドライカーボン、そうですね。でしかもこの手の車なんで全部空力も計算されてると。さすがそこはドイツチューナーかなと。でなんかあの GT3 と GT3 のそのツーリングで、あのリアウィングありなしがあるじゃないですか、それだいぶ違うらしいですよ。へー。でツーリングはツーリングでウィングなしで、はい、あのリアのダウンフォースが稼げるように設計されてるんで、あの GT3 の普通のウィングありの車をウィング取っちゃうとリアの挙動が安定しなくなっちゃう、でツーリングはちゃんとその辺が計算されてるんで、もうまるで他のところの設計が違うらしいです。まあ、でもやっぱポルシェはね、やっぱ空力すごいちゃんとやってますから、 GT3 RS の DRS とかもやっぱ DRS 切ると全然挙動違うって言いますもんね。なのでその辺もやってあるんで、もちろんその中途半端なつけるわけにいかないんですけど、まあ、テックアウトであれば、はい、まあ、もちろんアウトバーンの国ドイツですし、はい、まあ、空力なんかも全部フードに入れてやってますんで、まあ、しっかりしたものがついてる、はい、でこれ今回ボディは全部プロテクションフィルムが貼ってあります、施工してあるんですよね、はい、でこちらを新規に取り付けしてありますんで、こちら全部新たにプロテクションフィルムが貼り直してる、はい、我らがボンドボディで、ここ艶消しで別パーツになってるんですけど、こっちも全部プロテクションが施工されてるんですね、はい、でこっちはこっちでなんとマットのフィルムが施工されてるので、ベースの質感を変えずにちゃんとウィングがついてると、はい、これだいぶかっこいいですね。そうですね、でこれもやっぱりここも塗り分けすごい迷ったんですよね、お客さんも一緒に迷われたんですけど、あ、同色にしちゃうかどうかってこと、あとはせっかくだったらカーボン目出すか出さないか、あ、ただ今回の車がやっぱツーリングですし、カーボンパーツ全くついてない車だったんで、同色もかっこいいけど、せっかくだったらやっぱこのクラシカルな雰囲気っていうのがやっぱこう重きに置きたかったんで、今回は塗り分けでこう純正っぽくマットな質感の樹脂っぽい感じで施工させていただいたんですけど、まあ本当にあの車の色とか仕様によってはカーボン出すとかボディ土色にするとかっていう選択肢もあると思うんですけど、今回はこういった仕上げでやらせていただきました、まあ、コンセプト的にもそのクラシックの方向にカスタマイズするってことなんで、そうですね、まあ、今回かなりこれが似合ってるんじゃないかな、はい、まあ、確かにこう全然もっとシャキンってした尖ったデザインのホイールなんかだとまたこの辺の選択肢違ってくるのか、そうですね、変わってくると思います。そしてこれだいぶこの辺の形状が変わるんですね、ちょっと不安になりますよね。確かにもうエアクリにこうダイレクトに空気が取り込めるような、はい、これ結構馬力というか吸気効率にも影響してるんじゃないかな。いやそうだと思いますね。当然テックアートですから全部その辺も計算されて、うん、まあ、設計がなされてると、はい、というわけでこんな、まあ、手数こそタイヤホイールローダウンウィングだけですけども、はい、まるで違う車に仕上がってると。車ってやっぱ足し算もそうなんですけど引き算も大事で、これだけでもこんなにかっこよくなるっていうところはあるんじゃないかなと思います。というわけでこんなエクステリアをご紹介させていただきました。じゃあ最後になりますけども、今回あのベース車の大事さと、はい、あとそのコンセプトの大事さを再確認しました、はい、だこれ車の色が違ったらまた見え方イメージだいぶ違うと思うんですよね。そうですね、例えばこの状態にもう飽きちゃったらあえてフルラップしてなんかこう明るい緑とかにしてホイールを真っ白に塗り替えるとかっていうだけでも多分めちゃくちゃかっこよくなると思うんで、確かに、まあ、いろんな可能性ありますよねでもあの GT3 もそうですし、やっぱまあポルシェ全般はこうどんな色にしてもいろんな方向性に持っていけると思うんで、カスタムベースとしては本当に最高な車だと思います。
じゃあぜひノーマルのボルシェに飽きた方、はい、満足できない方は東京店ご相談いただけると、はい、いろんなパーツ、いろんなカスタマイズ提案できると思いますので、はい、ぜひお気軽にご相談ください。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。We'll be right back.